見事な挽回だった。わしを倒すことこそできなかったが、その挽回は、わしの額に消えぬ傷を大きく残した。その言葉に嘘はなかった。血を吐くようなレンの歳月の果てに、長次郎の名はソウルソサイティに知らぬ者はおらぬほどになった。乾いた傷は十字に見え、いつしか皆は、わしのことを十字祭と呼ぶようになった。 だが、長次郎だけは、ガとして英字祭と呼び続けた。わしは長次郎のために、自らに元流祭の名をつけた。